マイファス広外山元舞香交際&同棲を公表。ロックバンドマイファーストストーリーのボーカルヒロさんは女優の山本舞香さんとの交際を YouTube で公表しました。文春オンラインでの報道を受け、 HIRO さんは交際と同棲を認めました。山本さんも SNS で交際を示唆し、祝福の声が広がっています。みんなの反応。有名だけど羨ましくないカップルって珍しいよね。伊藤さんはどこ？他人にプライベートなことを話すなんて精神的に幼いね。綾瀬はるかとジェシーの熱愛報道、なんか軽く感じるね。笑い。伊藤くんと森両親が複雑かも。山本舞香さんと伊藤さんが付き合ってた頃、 HIRO さんは友達だったけど、実は付き合いたいと思ってたんじゃないかな。伊藤ちゃんがかわいそうだよね。あんなことがあっても付き合ってたし、心の支えだったんじゃないかな。 HIRO は言い方考えた方が良かったと思う。山本舞香さんが好きで付き合って同棲してるのはお幸せにって思ったけど、抱きしめた話は友達同士の会話みたいで笑っちゃった。そういえばすぐ同棲するタイプなのかな。元彼とも半同棲だったよね。私の同級生も結婚3回して10人近くと同棲してたんだって。今はバツ3で子供4人中2人連れて、彼氏と同棲中20人くらい同棲してるんだろうなって思うとすごいパワーだよね。山本舞香さんは気が強そうだけど、そういうギャルが好きな人もいるよね。兄の CD は買ってるけど、弟の歌声は心に響かない。痛いカップルだね。お互い遊びならいいけど、こんなの掴んだらマイナスしかないよ。伊藤さんに何かあっても舞香さんがより戻したくて戻したって聞いてたから、仲良しなんだと思ってたけど、すぐ別れそう。伊藤健太郎から略奪して浮かれてたけど、世間は綾瀬はるかの熱愛の方に注目してたんだね。HYDE の音楽番組で左薬指に指輪してたから彼女いると思ってた。山本さんと恋人になって伊藤さんより似合ってる。モリモリの息子さんは親の知名度に比べて楽曲が知られてない。彼女はぶっ飛んだ役が多いけど、ニュース感がない話だね。若い頃は主体性のない男性が好きだったんだよね。伊藤健太郎と付き合ってた時は友達アピールしてたけど、この男性は好きだったんだね。自分の女ですって感じが伝わってくる笑い。元彼の報道が続くとムカつくし、交際もギクシャクする。でも伊藤くんをカモフラージュにすれば楽だったかも。伊藤くん含む三角関係があったみたいだけど、発言が子供っぽくて周囲への牽制に見えてがっかり。お兄ちゃんと比べてパッとしないのはここが原因かも。世間的にこの女性はどうでもいい存在だけど、彼氏はどう思ってるんだろうね。まあどうでもいいけど。山本舞香、彼氏がよく変わるイメージ。山本さん、あんまり良い印象ないな。やっぱりイメージ大事だね。伊藤さんと別れたけど、正直どうでもいいな。 HIRO が抱きしめたって言ったのは記者の質問に答えただけだよ。みんなよく読まずに書きすぎ。ヒロが写真で抱きしめてるって言ったのは YouTube で見たらわかるよ。山本さんが大好きな感じ。ヒロは飽きっぽいから浅く楽しむ感じで付き合うのがいいよ。芸能界の恋愛は過去を気にしないと成り立たないね。伊藤くんの方が良さそうだけど、弟さんの曲は知らない。最近大型音楽番組に出てるけど、そのアーティストが本当にそのレベルか疑問。ジェシーと綾瀬さん関係ないのにこのカップル気の毒。ガーシーに謝罪させられた人。こいつモテるな。林夢や山本舞香とも関わってガーシー法も対応。歌は聞いたことないけど。この男の子の歌有名なの？お兄さんとお父さんがすごいから本人もすごいと思ってる人。同棲してるの？たまに泊まるだけじゃなくてマスコミがマンションに来そうだね。ヒロさん30歳って知って驚いた。ワンオクのお兄さんも30半ばか。字が立つの早いね。ヒット曲が必要だね。歌手ってことしか知らないから。週刊誌が適当な記事を書いてるのがわかるよね。まだ伊藤さんと付き合ってるって書いてたし。同じ恋愛観の二人でいいんじゃない？ほんまでっか TV のコロス。おもろかったし、あのキャラ続けてほしいな W。この人30歳。びっくり。別れた後に付き合った記事が出てたから驚いたけど、ちゃんと報告しないと混乱するよね。なるほど。その抱きしめましたっての。ただし一生ものだよ。フェスで見たけど、光線演出で意味わからんかった。
みんなの反応としては祝福よりも批判的な意見が多いです。少数意見としては交際を祝福する声もあります。当チャンネルの意見としてヒロさんと山本舞香さんの交際公表はファンに対する誠実な姿勢が感じられ、祝福の声が多いことからも好意的に受け入れられているようです。